どうも、ベテレスパース変えていきたいと思います。はい、ふつさん、江ノ島高校でセンターフォワードを作っていきたいと思います。デッキの方は、かける、はるか、桜庭、で、高城、で、舞、で、シルバー、この6人でいこうかなと思っております。で、今日はね、見ての通り、彼女を抜いてみました。この前やった時、やっぱり精神が足らなくて、まあ、彼女ちょっと邪魔かなと思ったんで、まあ、とりあえず今日はこれで挑戦していきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方はパワードリとマネキネコを持ち込んでおります。ではやっていきましょう。で、まあ、とりあえずまず初手はあれだね、評価上げてね。まあ、初手でとりあえず評価上げてって感じで、これ 90% だもんな。で、できるだけメンタルを踏んでいくっていう形がいいのかな。はい、まあこれはディフェンスですね。ディフェンスいきましょう。で、回復はちょっとどうしようか今すごい迷ってはいるんですけども、うまいこといけば、まあ休むはいかないといけないと思うけどね。まあとりあえずやっていく。で、ディフェンステクニック、あ、これテクニックいいですね。テクニックいい感じに集まってますね。これはテクニックいってしまいましょう。はい、テクニック2回踏んでいきます。で、紫の式ね。OK です。で、1回目の、完了です。で、もって、こっから2ターンに1回ぐらい精神踏んだりね、それぐらいちょっと工夫していくと、多分終わってしまうので、どうしよっか。とりあえず高城ですね。高城いってきまーす。はい、OK でーす。はい、俺も手伝うよー。はい、いいですねー。で、はるかが進んでいきます。まあ、体力回復ね、バッチでも、ちょっと、ブーストしようかなと思ったけど、まあ、とりあえず、これでも、大丈夫な気はするんだけどね。はい、いいね。まあ、金徳進み出すと、ちょっと怖いっていう感じはしますが、まあ、とりあえずメンタル踏みまくれば、なんとか、体力は大丈夫と思いたい。はい。で、ホームグラウンド、金徳進んでいきますね。でもって、これは94、これいっときますね。はい、いきましょう。いいですね。で、次、メンタルで6、6上がるよう、あ、終わったか、もしかして終わったか、終わりましたね。OK。フルドライブです。はい。で、こうなると、これは下でいいや。はい。でもって、ちょっと微妙なんだよな。微妙なんだよ。これ一回メンタル踏もうか。メンタル踏んで荒木さん呼んできます。荒木、はい、バランスいいよ。で、どこにいる、テクニックか。あー、ちょっと外してる感あるけどな、これ。あまりターンかけたくないんですよね。あまりフルドライブにターンはかけたくないですが、マコ踏んでいこう。マコ踏んでいきます。はい、フィジカルですね。で、パワータイプで、これは金と、いや、福イベの方だよね。高城の福イベの方ですが、イベントは切らない方がいいんだろうな。ちょっと待ってくださいね。これのどっちがどっちか忘れてしまった。高城なんですが、これは、上ですね。上行ってきます。精神27。はい、OK です。で、桜場でどっち行くか。とりあえず、突破力かな。はい。で、フルドライブ、さすがにここで行きたいが、こっちの方が良さそうな感じはするんだよな。精神的にはこっちなんだ。筋力はね、多分な、最後、高城で稼ぎまくれるはずなので、いや、でも、微妙か。いや、これは精神、メンタルでいきます。今後のことも考えてメンタルでいきます。まあ、フィジカルでもいいんだよな、こうなるとな。こう振った感じ、フィジカルの方がいいかもしれない。どうしよう。いや、コツがあるんでメンタルいきます。はい、高城。はい、キャプテン C。いいですね。はい、フィジカル。で、これはチームメイトと話す。OK ですね。で、とりあえず、オフェンスを上げまして、5、12、5、10、23、25、OK、25ですね。はい。
オフェンスいきます。はい、ちょっと早い感じはしますが、まいちゃん、成功しようね。はい、バッチね。で、テクニックも上げていこうか。筋力足んねえんだよな。はい。そして、オフェンス。フィジカルかオフェンスですね。オフェンスいってきまーす。はい、44%。いいですね。で、まいちゃんが、これは下でいく。はい。ね、キャプテンシー潰してしまいましょう。で、2540ね。まあ、ぼちぼち経験点は来てる感じはする。はい、ここからしっかりと行きましょう。はい。で、54%、54% なんですが、ちょっと微妙だな。ここ一回遊ぶか。一回遊びましょうか。一回遊びます。で、今キャプテンシー潰した?あれよね。はい。はい、一回遊びまーす。はい。こっちの方稼げた。で、俺も付き合うよ。遊ぶコマンドをうまいこと使えばいける感じはするんだよな、こういう風にね。で、ここは一回ドリンク飲みます。一回ドリンク飲んじゃいましょう。一回ドリンク飲んでしまいます。はい。で、オフェンス行きましょう。はい。マコ、荒木、ダブルで。バランスタイプ?パワーか。はい、パワー、テクニック。まあまあまあ、いいでしょう。で、はい、まいちゃん。オッケーで。ゲットでーす。切り込みの長。で、持って、さあ、ここから行くんですが、はい、フルドライブやっていきます。ディフェンス。ディフェンスか。ディフェンスか。ちょっと微妙だな。これ一回メンタル踏んでもいいな。コーター。コータ呼びに行こうか。コータ。さあ来い。スピードタイプ。スピードタイプ。で、これはマーク外してもらっておきましょう。で、桜場ね。で、ここら辺でフルドライブ行っときたい感じはするんですが。オフェンスナイス。オフェンス行きましょう。これはオフェンス行ってしまいます。はい、OK です。いいですね。今回まだスピード、取れてない、敏捷取れてないので、しっかりとね、後で、舞ちゃん、ね、来てくれると助かります。で、精神、稼げてるのはありがたいですね。でも、意外と敏捷稼げてるか。ディフェンス振らなくてもいいと考えると、フォワードなんだね。いいね、そこ。で、スタミナも、いいね。はい、まぁ、あ、こんな感じで、行きまして、で、オフェンスもう一丁、振っておきます。はい、OK です。いいですね。で、爆発力のコツ。で、26、1。まあ、ちょっと微妙なんだよね。20なんで、これは20。やる気上げる方がいいかな。はい、カウンター。で、どうしようかな。微妙なんだよね。スピードいっときましょうか。スピードいってきます。はい、57。はい、で持って、体力回復ね。 OK です。で、あ、これはテクニックいきます。テクニックいきましょう。はい、 OK でーす。いいですね。で、次で終わりなので、できれば次メンタルでいきたいな。体力回復させていきたいんですけども、さあどうでしょうか。で、これは割り勘にする。で、メンタル、あ、いい、あ、高瀬だけか。まあまあ、いいでしょう。はい、メンタルいきます。いきましょう。で、メンタルね、まあ、とりあえず2回踏んでる。あと2回しか踏めない。まあ、なんとかしよう。で、甘いものにしよう。はい、OK です。で、桜場ね。で、相手に失礼だろ。で、フルドライブ練習は来てません。来てない。あー、どうしようかな。オフェンス踏むか。オフェンスだな。ちょっと今回フルドライブがハマってない感じがするね。はい、オフェンス。パワー。うわー、コータが来てくれなかった。で、シルバーが終わっていきます。
これパワーいいね。パワーいい感じだね。じゃあこれちょっと技術後でしんどくなるかもしれませんが、うん、スタミナとパワーいきましょうか。はい、かけてみます。いい感じに筋力精神今回稼げてるんでね、後でまあ技術カウントとか来てくれると助かるんだけどね。はい、フルドライブいきまーす。フィジカル、はい、フィジカル、オッケー、いいよ、その調子いきましょう。はい、そして、34%、お、いいですね、フィジカル踏んじゃいます。はい、行きましょう。はい、ね、ここで遊ぶか。遊びましょう、遊びます、遊びまーす。ドリンクあれだもんな。はい、遊びます。で、ここは、どれにしよう。大衆食堂。はい。で、これで7057ね。まあ、ぼちぼち経験点も来てるんではないかな。もうちょっと稼ぎたいけどね。はい、神社に行く。で、健康に過ごしたい。はい、OK です。流星群。でもって、でもって、83、84。これ、一応フィジカル終わっていくんだね。終わっていくんだけども、10分ぐらいしか飲めなかったはずなんだよな。どうしようか。ちょっとスタミナ振りますね。スタミナも100にしてしまいましょう。で、パワーもある程度振っときます。技術だな。こっからはちょっと技術メインで取っていった方がいいかもしれないね。まあ、筋力はまだまだ欲しいけど。とりあえず、フィジカル、テクニック。あ、フィジカル終わらせようか。フィジカル終わらせます。はい、終わりです。で、イベント起こらないか。起こらない。で、キャラ的に、メンタルできます。うん、メンタル一応3回目なんでまだ踏めるね。はい、メンタルいきまーす。はい、OK でーす。スピードパワーか、スピードパワー。スピードちょっと稼いでいきたい感じだね。まあ、テクニックにでかいとこ来てくれると嬉しいけど、金魚すくい。フルドライブこれで5だよね。で、フィジカルじゃない。これはフィジカルじゃない。フィジカルじゃなくて、スピード行こうか。普通にスピード行きたいと思います。はい、行きましょう。スピード2回目。はい、テクニック。お、じゃあ技術稼ごう。ここで技術稼がせてください。技術稼がせてください。頼むぞ。で、桜場ね。はい、一緒に考えてみないか行きましょう。で、フルドライブ。おっと、技術3人、ここが違うんだよな。こりゃこっちっしょ。うん、オフェンス行きます。オフェンス行きましょう。技術足らないんで、オフェンス行っておきます。はい、OK です。で、オフェンスがこれで4になりますね。うん。で、このままもう一丁行って、で、問題はあとテクニック行かないといけないので、こっから、ドリンクを飲んだり、メンタルを踏まずに行きたいんだよな。メンタルを踏まずに一回。やる気あげるか。やる気とかまあ遊ぶか。遊びうまくならないといけないね。で、これはドライブシュート。ドライブシュート。ドライブシュートを行きましょう。はい、ドライブ行きます。はい、で、これで技術かなり稼げたので、まあ、早くするか。でもね、オフェンスするとね、シルバーが失敗するイメージが高いんだよな。うん、イメージがすごいんで、ちょっとオフェンスは最後まで待ちたい。できれば待ちたい。まあでも精神がねっていう感じはあるんで、強心臓、ビハインド取ってからがいいけど、いやでも、爆発力もあるんだよな。精神ね。まあ、とりあえずこんな感じでいきましょうか。はい、で、オフェンス。これテクいきます。4%。はい、テク。OK。テクあと2回かな。あー、監督来なかったか。ちょっとそれは残念ですね。で、これは、精神、こっちだな。うん。魚はいらない。で、フィジカル。遊ぼうか。遊んでいきます。はい。15回復か30回復欲しかったな。で、桜は終了。目標空間へご招待。
で、ドライブシュートもらいたい。で、ドライブシュートじゃあ、ゴーラーサイド。オッケー。でもって、これはね、遊んでいこう。もう一応遊んでいきます。はい、オッケー。15ずつしか回復しないのはちょっと辛いな。で、真実の話。もう一丁、遊ぶか。いや、もうこれは、ドリンク飲んでいこう。ドリンク飲んでいきます。オフェンス踏んじゃいます。はい。はい、オフェンスね。オッケーです。問題はね、フルドライブまだ6回しかやってないんだよな。ちょっときついな。で、1人しか来なかった。うわぁ、ちょっと辛いぞ。しかも、こういうイベントがね、ちょっとハマってくれてないのは本当に辛い。で、テクニック。これディフェンス行きたいところだ。まぁ、ちょっとこれテクニック、バン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 踏みたいんだよな。踏ませていただこう。うん、テクニック行きます。技術を稼ぎたい。てか、テクニックを終わらせたい。はい、テクニック行きます。テクニック。はい、オッケーね。いいよ。これはこれで終わらせていきます。で、こっからメンタル踏めるんで。こっからメンタル踏める。で、の近く、で、資質か。はい。で、そろそろこいつも終わらせていきたいんだが、終わってくんねえかな、甘いこと。うわー、マジか。そうか。オフェンス行きたいな。オフェンス行っちゃおう。ちょっとドリンクなくなってしまったが、まあ、なんとかしよう。でも、振るしかないね。もうオフェンス振るしかないね。うん。オフェンス振るしかない。振っていく。で、オフェンス行きまーす。精神の吐けどころがなくなってきた。まあやっぱ彼女がいないとね、ちょっと体力がきついかなと思ったりもしますが、なんとかしていきたい。なんとか、一回遊ぼう。はい、OK ね。上等だー。はい、100%OK ね。ナイスタイミングで、はい。で、ゴールを決めたとき。はい、OK。ホイップキック。で、オフェンス行ってしまい。いや、でもちょっと微妙なんだよな、さすがにこれな。じゃあ、これメンタル一回踏みましょう。メンタル一回踏んでいきます。でも、精神が。そうだな、精神が。まあ、こんな感じでいきましょう。メンタル一回踏みまーす。はい、荒木リー。うん。スピード、うわ、スピード一個か。ちょっとそれきついな。はい。で、11,527 ね。はい、OK です。でもって、ここで決めてしまいたい。ここで決めて、そうだな。バン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 。フルドライブはこなしていきたいところなんですが、はい、オフェンスいくか。体力回復もあるしね。はい、オフェンスいっちゃいましょう。いいよ、オフェンスでいきます。はい、でテクを振っていく。でシルバーの金属が進んでないってのはつらいんだな。うん、シルバーが進んでない。はい、でもって、あー、ディフェンスいいか。ディフェンス行きましょう。はい、ディフェンス行きまーす。いいですね。いいよ、これは、舞ちゃん。印象稼げてないんだよな、今、意外と。うんで、結構、筋力が足らなかった。筋力が意外と足らなかったんで、これはメンタル行きますが、はい。力が欲しい。うん、何かイベント来ないか。はい、とりあえずメンタルでいっちゃいます。はい、行きましょう。で、1ターンでフルドライブ終わらせたい。1ターンでフルドライブ終わらせていきます。終わらせないとちょっと単数的にちょっと厳しく。あ、でもいけんのか。あと2回だもんな。で、今だって大事。はい、多分シルバー失敗するんだろうな。フルドライブ、筋力が稼げてない。じゃあこれはもう一丁メンタル踏みましょう。さあ、3人ともタイプつけ。高瀬、的場、中塚。バランス、マジか。
バランスじゃねえんだよな。お、ゾーン成功した。 OK、 ナイス。これで精神吐ける、精神少しも吐ける。レフルドライブ、うん、ディフェンスいいね。敏捷化下げてる。 OK、 じゃあフルドライブ行ってしまいましょう。そうだね。で、本当に精神が余ってる感じがしますので、そうだな。はい、ではこれで行ってしまいます。行きましょう、ディフェンス。ディフェンスこれ3回踏んだんだよね。はい、 OK です。で、こっから遊んでいく。こっから遊んでしっかりとこなしていこう。やってみる。うん、何かイベント起こってくれると嬉しいなって感じですね。はい、100にはしとく。はい、では遊んでいきましょう。まあ、イベント、なんかいいとこあればいいけど、ないから、これは遊んでいきまーす。はい、いいですね。これが本当に強くなる。ありがたい。あと5。あと5。ないか。もうないか。さすがにないか。で、誰かをつけていきたいんだが、1人ずつぐらいしかいないのか。2人。そうだな。では、オフェンスいきます。的場真子。で、フルドライブ。で、テクニック。テクニック。ん？待てよ。センターフォワードね。OK。で、持って、で、持って、これで精神は振らずにいこうか。ドライブシュートだけ取るか。オーバーリング。うん、まあ、この辺も取っとこう。はい、行きまーす。はい、終わりました。終了です。はい、3-2です。さあ、まあ2点は取ったんで大丈夫ですね。満点です。はい、では、ここで1回メンタルいって、あ、でも回復したからいいか。テクニック。あ、でもでかい練習来てねえんだな。本当は筋力稼ぎたいところなんですよね。まあでもいいか。オフェンス2回いって終わらしましょう。はい、オフェンスいきまーす。でもメンタル、あ、ダメだ。メンタル誰もいないから、これはオフェンスいっちゃいます。はい、行きますね。で、怪我するなよ、次。次、怪我するなよ。勝負だ。ここは勝負。はい、行きます。OK、いいね。で、次、遊んでって感じですね。遊んで、うん。で、オフェンス。オフェンス、うん、筋力技術がまだ足らないね。はい、では遊びまーす。はい、OK ですね。で、次、メンタル練習で行きたい。うん。中塚、コータいますね。では、メンタル行きます。はい、フルドライブ、OK でーす。で、こっからは厳選。ちょっと厳選します。で、マコ、コータ、さっき無理だったんだろうな。はい、じゃあこれスピード行ってしまいましょう。スピード行きます。沢村さんとリーさんとコータ。はい、OK ですね。まあでもディフェンス行っといた方が良かったのか、練習レベル上がってたな。パワー、OK。パワー来てますね。で、持ってフルドライブ。ちょっと渋いな。ちょっと渋いかなって感じですね。ちょっと渋いので、ここはもう一旦待ちましょう。で、スピード、ディフェンス行くと多分練習レベル上がるんで、これはディフェンス行きましょうか。ディフェンス行って、荒木さん。荒木さん行きまーす。はい、タイプついてくれ。はい。で、ラストで、ディフェンス上がった。で、つかなかった、残念。荒木さん来なかった。で、フルドライブ最後は、いや、待て。これせめてスピード。あー、マジか。こっちだな。うん。筋力欲しかったんだけどな。とりあえずこれ踏みますね。メンタルいってしまいましょう。スピードいったかったな。でも技術的にこっちなんだよな。はい、いきます。はい、これです。で、持って、オフェンス上げてテクを100までしちゃいましょう。で、精神が余るんだな。強心度取っちゃいます。いいんだよな。パワーシューター点取りは取らないといけないが、筋力足んねえんだわ。マジか。筋力足んねえな、これ。じゃあ、スピードいくか。スピードいきましょうか。そうだね。敏捷もちょっと、あれだし。いや、これスピードいきます。スピードで練習レベル上げちゃいましょう。練習レベル上げてしまいます。これで全部練習レベルが5になりましたと。はい、OK です。いや。OK。はい、サクッとピンチョンいきます。うん。
オフェンスは上げれるかもしれない。で、パワー、これだけだもんな。いや、ちょっと微妙かな。パワー上げれるか、パワーシューター取れるか、微妙なとこだな。ちょっと無理かもしれないな。筋力使いたくないけど、もうちょっとこういう便所取っとこうか。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。とりあえず4点取ったんで大丈夫でしょう。はい。はい、454。で、ここでね、最後ね、エピローグがないのが、あ、これがあるんだな。これはあるけど、エピローグがねえんだよな。彼女のエピローグがないのがちょっと辛いんだよな。はい。で、2603点。ちょっと経験点出ませんでしたが、ちょっと振ってまいりまーす。はい、振ってまいりました。まさかの技術が足らないという事案が起こってしまったので、オフェンス110にはできませんでした。まあ、ちょっと、残念かな。まあ、しょうがないか。ちょっと経験点稼げなかったもんな。うん。でも、彼女なしでもできなくはない。彼女なしでもできなくはないので、ちょっと体力回復がうまくはまればこっちの方がいいかもしれない。ちょっとね、遊ぶコマンド結構しすぎたっていう感じはありますが、全然ね、フルドライブ10回は終わりますんで、彼女の話もありかもしれませんね。はい、まあ本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。